どうも、芸人×プロスピエスでございます。吉本芸人大野孝と申します。よろしくお願いします。今日はね、初のプラチナランクの戦い、リアタイやりたいと思います。そしてその後、S ランク契約書 TS 第4弾確率 33% をね、メインサブアッカー両方引いていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。いや、初めてですかね、リアタイプラチナ戦、プラチナランク。結構、いや、今日千賀投手か、千賀くんにはなんとか頑張ってもらいたいけど、まあね、とりあえず初戦なんで、まあ、勝てればいいです。はい、いや、プラチナランク最高だな、いいな。いや、よくプラチナランクまで来たよ。さあ、どんな相手が来るのか。お、プラチナランク、いや、クロート2位か、強いな、強い。でも菅野投手の A か、なるほどね。どう取ればいい。あ、僕上陣9位なんだ今。あ、マジか、もうそこまで来てんのか。とりあえず初戦勝ちたいですけど、菅野投手の A ということで。僕菅野投手ね、結構苦手なんですよね。さあ、でもね、勝ちに行きたいと思いますよ。初戦ですからね、プラチナ。さあ、坂本選手調子いいですからね今。なるほどね。やっぱいいな、早い、なんかいいな、菅野投手欲しい。ストレートで押してきますね。いいとこ投げてくるな、本当。あ、やべ、見てた、離しちゃった、やば。ちょっとやばいな、かなりなんか緊張してる。ごめんなさいね、なんかね、緊張してるんですよ。あー、遅かったな。完璧にストレート振り遅れてるけど、ストレート結構投げてくんな。ストレート狙いでいいかもしんない。あー、ワンシームな、ワンシーム本当に苦手なんですよ僕。 OK、 いいよいいよ、いいカットだ。次ワンシームか縦スラかな。あー、ストレートだ、うわ、えぐい、反応できなかった。さあ、現役最強打者ギータ、ワンシーム打ったらどうなんだろうな。縦スラ来ないな、縦スラ待ってんだけど。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。やっぱね、ピッチングいいな。あー、くそ、ワンシームだ、しょうがないですね。うわ、松井和夫持ってるよ、松井和夫選手夢あるよな。さあ、これからファイターズが、さあ、初戦千賀投手ということで、かなりね期待してますよ僕は。 A ランクですけど、あ、変化量マイナス1か、でも期待してます。打率3割だったよねこの人ね、結構打ってくるかもしれない。あー、うまいな、この人うまい、正直やばい。 OK、 いいよ。ナイス線だな。ちょっと一回ここのフォーク、入れるフォークを、あー入ってない。じゃあ内角高めのツーシームですね。うまいな。いや、さすがプラチナランクだな。一球牽制入れておきましょうか。ツーシームが通用しないのかな。いけないです。入れるフォークでいいんだよ。ストレートいきますか。 OK、 ナイス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 、いいよ。ここも一回通信ファーストだ。 OKOKOK、 ここ入れるフォークでもいいんだよな。え、嘘、どうなった。オッケー、ナイス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 。え、嘘、タッチアップすんの。ファーストからタッチアップってどういうことよ。うわ、やられた、もう完璧にやられた。うまい、もううますぎ。あー、完璧にやられましたね。いや、もううますぎるわプラチナランク。やっぱり
なかなかね厳しいっすわ。いやうますぎない、なんか本当にうますぎる。そうですよね、ここからはきっちり。もうだってめっちゃ当ててくるじゃん。今天井当たんなかった。これ多分見逃してくるんだよな。あーやばいな、全然振ってこないもんな。じゃああえて高めのフォークどうすか。 OK ナイス。そういうやり方もあるってことですね。さすがの投手、ね、追いですから、はい、原さんの追い、菅野と、まあ、これ打たないと、おじさんの意地見せないと。うん、あーくそ、振り遅れてんな、あかんな。さあ、カバス選手行こう。ああ、ワンシムか。カバス選手めっちゃ打つんだよな。ないばちじゃない？どう？ああ、ダメか。いや、いい当たりでしたけどね。A ランクな菅野投手でもやっぱ使い方がうまいと、さすがっすよね。ストレート来るだろうね。どうどう、あ、ダメ、あー終わった、ありがとうございました。いやー勝つ、あ、入れられたな。しかもビッシュのファンって、ダルビッシュのファン、ダルビッシュ投手ファンなのかな。僕もダルビッシュ投手のファンなんですけど、いやーうまかったな、マジでうまかった。もうねー、やっぱあのフォークをあのホームランに入れてくるあたり、まあさすがっすね。うん、あーこれ、そっかそっか、負け勝ち勝ち勝ち星、あ、そういうことか、なるほどね、勝ち星3つで上がりとかそういう感じか。いやー参りました、ありがとうございました。本当にビッシュのファンさん、やっぱクロート2位になるだけあるよね、うまいっすわ。うん、ということで、ですね、まあ、リアタイ、敗北してしまいました。やっぱね、強い選手が欲しいということで、はい、S ランクの 33% TS、 僕ね TS で欲しいのが、メインの方は井口選手、まず井口選手か、吉村選手、吉村選手めっちゃ打つんだよね。なんか吉村選手の A 持ってるんですけど、サブアカでめっちゃ打つんですよ。だから吉村選手欲しいなっていう。ちなみに守備は C か、うん、あと村田選手でもね、一番欲しいのは藤浪投手です。はい、これはもう間違いない、先発投手がやっぱり不足してるんで、藤浪投手が欲しいです。はい、そんな感じかな。藤浪投手が一番で、あと当たりは吉村選手と村田選手と井口選手かな。うん、藤浪選手か吉村選手かな。まあ、まずはね、でもTS の 33% の確率を取らないといけないわけですから、まあでも S ランクは確実なんで、いい選手欲しいですね。来い TS で、 TS30、 藤浪晋太郎待ってます。僕は藤浪晋太郎の確率えぐいぐらい低いけどね、その1点狙いは。でも藤浪晋太郎頼む、来い藤浪晋太郎来い。はい、では続いてね、サブアカの方でやっていきたいと思います。まあ、さっきねメインの方では中村雄平選手ということで、まあ残念、ほんと残念、 TS33 番も引けなかったし、こっちはね藤浪投手は持ってるんで、村田選手か吉村選手か井口選手ですね、こっちもが欲しいです。はい、なんとかね TS で、まあ、TS 当たらなくてもいい選手が欲しいね。さあ行きましょう、頼むから。でもね、吉村選手当たったらね結構大きいよ。吉村選手マジ打つんだよ。誰かな、 S ランク、いい選手来い、いい選手頼むぞ。おっ、マジっすか、 TS は外したけど、 TS は確実に外したけど、青木選手来た、おだっす、めっちゃ嬉しい。あ、センターか、センター間に合ってるな、栗山選手いるからな。いやでも超嬉しいな。え、青木選手ってミート A 乗りませんでしたっけ。あ、ミート A 乗ってる、あ、マジ嬉しい、めっちゃ強いじゃん、ありがとうございます。青木選手取りました、いやこれは嬉しいよ、これは嬉しい。
ということでね、メインの方は中村悠平選手、なんか、まあ、どっちもヤクルトでしたね。中村悠平選手も青木選手もまさかの、まあね、でも TS 外したのが痛かったな。まあということでね、やっぱね、いい選手取ってやっぱ補強したいんで、チームをじゃないと強くならないんでね、もっとね、いい選手取れるように、また契約書とか、あとね、昨日ダルビッシュ投手の、昨日というかダルビッシュ投手のね、セレクションのメンバーセリーグ発表されましたから、ぜひともセレクションはね、メインサブアカ両方で引いていきたいと思いますんで、ぜひとも楽しみにしててください。ということで本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントをぜひぜひよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。